そしたら後半をいきたいと思います。で、今回は後半はこちらです。こちらを作っていきます。ちょっとね、今月は私の中のテーマで似たような後商材を使ってデザインをバリエーションを増やしていくというのをテーマに、ちょっとサロンワークスタイルのインスタライブをしていたので、今日はね、こちら作っていきます。前回はね、こんな感じの色違いを作っていったんですけど、今日ね、ホイールとかこの白とか同じものを使っていきたいと思います。で、まずですね、ちょっと簡単なところから徐々にサロンワークなんで進めていきましょうか。で、今日はサロンワーク意識して先に事前にデザインを決めてきたので、一本ずつやっていくというよりは工程を合わせて時短を目指してやっていこうと思います。なので、まず最初この人差し指と小指色を塗ったら、今度こっちの押し花お花のデザインに移って、ここのね、例えばミラーはミラーで一緒にやるとか、ホイールはホイールで一緒に貼り付けていくという順番にして、前回はね、迷いながらアートを考えながらやっていったので、ちょっと一本一本デザイン作っていったんですけど、今日はね、時短を目指してやっていきたいと思います。で、まずスティッキーベースですね。スティッキーベースを今日も塗っていきます。スティッキーベースはボトルタイプなので、このままね、塗っていっちゃいましょう。小指だとね、ちょうどこのキュッと軽く当ててもらうと甘皮周りがちょうどいいですね。で、こちら、ボトルタイプのジェルなので、塗り方、普通に筆で塗るときとよりもマニキュアっぽく塗ってもらった方がちょっと塗りやすくって、この一回ね、甘皮の手前あたりにジェル置いてもらったら、これをちょっと手前から押してぷくっと丸くなるように奥まで持ってきます。そしたら先端引っ張っちゃいます。先端引っ張って軽くエッジ触ってもらったら、コーナーとサイド塗っていきましょう。反対側も一緒です。コーナーとサイドを塗っていきます。でね、同じように塗っていきましょう。またちょっとね、この手前のところに置いたら、このまま液体をぷくっとさせて根元に持っていって、さっと引いていきます。で、先端をコーティングしたら、コーナーとサイド塗っていきます。あ、ベースは硬化まで流れないですね。その量にもよると思いますけれども、塗ったこの表面に乗っているジェルが多分サイドまで流れてしまう、硬化前にっていう場合だと、多分ね、量が多いです。多いのでちょっと減らしてもらった方がいいですね。で、そんなにすごいサラサラしているっていうわけでもないので、流れづらいジェルだとは思いますね。なので、流れてしまってる場合はきっと他に原因があって、例えば量が多かったりとか、あと、まあ、溜まりができちゃっていたりとかね、している場合だと思うので、普通常通り、この一定の厚みで表面、ツヤっとする程度に塗っていってもらう分には、5本塗っても流れてはいかないです。こんな感じで、一旦ね、5本塗っていったら、ライトに入れて30秒、硬化していきます。あ、寝落ちしてた。よかったです。後半のライブが始まりました。よかったです。あ、スティッキーベースは私縮んだことないですね。スティッキーベースは大丈夫ですよ。なんかもし、でもなんか人によって何のベースジェル塗っても縮むって人はたまにいますよね。もうどこのベースジェル使おうが、ちょっと縮む人は、爪の上の水分とか油分がなんだろう、やっぱ遺伝だろうからね、あの辺も。プレプライマー使ったとしても、ちょっと人よりあるのか、まあどうしてもいますよね、縮む人は。でも普通に私とかもスティッキー、自分の足も手も使いますけど、5本塗っても縮まないですね、スティッキーは。で、こちら使っていきます。こちらもね、気まぐれキャットの先月出てる新色ですね、のモンブランアイ使っていきます。モンブランアイを、小指と人差し指に使っていきます。で、こちらですね、マグネットジェルの場合はこのマグネットを当てて、この中の成分を寄せていくので、必ず一本一本硬化していきます。ちょっと一回ライトにお願いします。仮硬化でいいですか？はい、次、
もう人差し指をいっちゃいます。あ、お出しください。で、人差し指も一緒にいっちゃいたいと思います。人差し指もマグネットキャッツアイ塗っていきます。モンブランアイも色可愛いですよね。いいらしいね。お上品で、ちょっとね、これ遠目に、例えばですけど結構近くから当てます。そうするとこういう感じで斜めにシャキッと光が入るんですけれども、まあちょっとね、最近流行りの当て方だと、このちょっと遠くから当ててもらって表面をキラッとさせていきます。中にお願いします。一回硬化しましょう。はい、仮硬化がしない方がいいジェル。仮硬化自体は、例えばですけど、アートしてる時とか、今みたいに1本1回仮硬化して、もう1本塗ってから完全硬化っていう仮硬化の使い方とかはいいですけど、例えば1本塗って仮硬化で、もう1本また同じ指に塗るとかはダメです。必ず完全硬化をしてから上に重ねないと、一層目の中に光が通らなくなってしまうので、上から丸っと色を重ねるときは必ず完全硬化をしていくし、今だったら例えばこの小指と人差し指を塗ってて、一旦小指ちょっと仮硬化したいなっていう意味での仮硬化は OK で、その代わり人差し指塗った後に両方とも2本まとめて完全硬化をする。という感じです。中にお願いします。かわいい。キラキラ。モンブランアイ、かわいいですね。こちら、モンブランアイはですね、6709番です。こちら、キャッツアイです。で、こちらですね、そう、今回ね、ちょっとね、マットコートしているんですけれども、ちょっとキラキラの状態でもかわいいですね。ちょっともう一回、二度塗り目していきます。自分にマグネットやるの初めて。お、本当ですか。まさかのマグネット、なんかなくなったらもったいない。中にお願いします。私もね、今こっちの手、こっちはブルーベリーアイですね。ブルーベリーアイにベースに、これ普通の原色の紫塗ってます。紫の上にブルーベリーアイを塗っております。可愛いです。ちょっとブドウ巨峰をねイメージして塗っていったんですけれども、可愛いですね。来月もね、プリは可愛い新色が PBF に向けて発売してしまうので、ぜひお楽しみにしていてください。大変というわけで、ちょっとね、今使っていたのがこんな感じです。二度塗るとね、一度塗りだとちょっと透け感があるんですけど、二度塗るとこんな感じでしっかり色が入ってくれます。これね、モンブランアイです。二度塗りしても一度までマグネットやったのは見えるの。あ、でも一度目二度目両方ともマグネットを使った方がなんか光が増す気がしてます。私、キラキラ感、一度目そのまま塗って、例えば二度目だけマグネットより、一度目も二度目もマグネットをやった方が光が増すかなと思って両方やっています。あ、じゃあこちらアンニュイグレージュ塗って、あ、ドミニクですね。ドミニクでも紫でしたよね。ドミニク、あれです、ベティの方です。名前は多分ね、色的に紫です。ドミニクです。ありがとうございます。ドミニクで合ってます。でも塗ったのは、あ、全然です、すいません。そう、ドミニクなんですけれども、色的にいくと原色の紫です。はい、ドミニクです。ありがとうございます。色番、私がそっちの名前を覚えてなくて、逆にありがたいです、覚えていただいて。ドミニクでございます。マグネットはある程度塗布量が多くないとしっかり入れないと聞いたのですが、なんかどうでしょうか。はい、あ、でもあんまり薄いとキラキラ感薄くなります。この中に入っている、磁石で寄ってくる、マグネットで寄ってくる成分も薄くなっちゃうので、薄く塗ると。なのでキラキラ感ももちろん減ります。中のマグネットで寄ってくる成分がいっぱいあればあるほど、もちろんキラキラ感も増します。ちょっと一回中にお願いします。今こちらアンニュイグレージュ塗っています。これはね、今月、アンニュイなので先月の新色ですね。上松さんはプロですか。いろいろ詳しいです。あ、上松さんプロです。上松さんは、この表参道のアトリエシャルムっていう、私が毎月講習会に来ている、スタッフ講習に来ているサロンですね、のスタッフでございます。はい、
あ、ぜひぜひその都度やってみてください。なんかね、気持ち輝きが増す気がするんですよね。あの、本当に私の勘違いレベルだったらすいませんって話なんですけど、でも増すよね、す2回やった方が、はい、うん、なんか多分微妙にキラキラ具合がね、透けて、うん、よりほわっとして、あ、ずれるからね、うん、なるほど、できる気がしますね。さすが上松さん、いやいや、ちょっとドミニクの殻を今更覚えた私もう忘れないです、はい、そう、でもね、前回インスタライブでやってたので、ドミニク、デキってなんで全部名前ついてるんですか、面白いです。いや、でもミューズもみんな名前ついてますよ。あ、ベティは人の名前がついてますよね。確かに。それがなんか面白くて。なんでしょうね。一回中にお願いします。あ、そうですね。あまりキラキラしてほしくない場合は薄めに使ってもらうと、その中のキラキラって光る磁石で寄ってくる成分も少ないので、ちょっと減りますキラキラ。はい。そうですね。あ、確かにアレンジが。素敵ですね。アレンジぜひしてください。ぜひぜひ。で、そしたらですね、次中指いきます。で、この中指はですね、このアンニュイグレージュとアンニュイブリック、アンニュイトーブ、アンニュイから3色ですね、使っていきます。で、まずはアンニュイ、ブリックとアンニュイグレージュで、アンニュイグレージュは今親指と薬指に塗ったものと同じ色になります。まずはブリックを筆に取ってもらって、かわいい、あ、そう、アンニュイシリーズは全部かわいいです。プリから出てる色は全部かわいいです、はい、なんか別光とかにも良さそう、はい、あ、別光にもいいですね、かわいいですね、さすがですね、見ましたただこのままアンニュイ、こちらと、グレージュを筆に取って、ちょっとまあニュアンスネイルなので、ペッペッペッって一回料理しちゃいます。ペッペッペッって言ったらそのままペッペッペッって混ぜちゃいますニュアンスネイルっていいですね、いいですね、はい、本当にこんな感じで一回焦がしちゃいましょう。焦がしていきます。いい、あ、全然失礼してないので大丈夫ですよ。いいです、はい、上松さん普段怒んないから、怒った時相当怖いんだろうなって思ってますけど全然いい人なんで大丈夫ですよじゃあ一度今の状態で効果をしていきましょう。デザイン決まってると早くていいですね。サクサク進みますね。す効率がいい。やっぱサンプルは大事ですね。はい、あ、キャッツアイね。キャッツアイ。あれ、またね、売り切れちゃってるんですよね、ネットで。でも、また、入荷するはずなので、しないってことはないので、ぜひお待ちくださいませ。で、そしたらもう一回、アンニュイグレージュ、筆に取ります。で、ちょっとね、さっきと反対側に塗ってみましょう。さっきと反対側の向きに塗ります。で、そうすると、アンニュイグレージュが2色重なったところと、アンニュイブリックとグレージュが重なったところで、すでにちょっと色の奥行きが生まれます。そこからさらにまたアンニュイブリックを筆に取ってもらって、さっきのここに塗っていってみましょう。で、そうすると、今度はアンニュイブリックが2度塗りになっている部分。と、アンニュイグレージュが下で、アンニュイブリックが上、ここと逆ですね、になってる部分ができます。で、間、またペッペッペッとニュアンスっぽく混ぜていきましょう。で、このどっちが上に来るかでも、だいぶね、色の見え方変わってきます。で、そしたらですね、ちょっとワンポイントに、アンニュイトーブですね、アンニュイトーブを、今度はこの先端のところ、アンニュイトーブね、二度塗りすると結構茶が濃くなっちゃうなと思ったので、アンニュイトーブは二度目だけで登場します。アンニュイトーブをちょっと先端のところに塗ってもらって、私ね、よくね、親指でこれサロンワークでもやっちゃうんですけど、親指でよく修正しちゃうんですよね。皆さん、ウッドスティック使ってくださいね。ちょっとここ先端、アンニュイトーブをちょっとムラっぽく入れていきましょう。ペッペッペッと。こんな感じかな？こんな感じで。ちょっと中に入れていってください。ありがとうございます。で、今使ったのがこのアンニュイからアンニュイグレージュ、ブリック、トーブの3色でした。で、親指と薬指はアンニュイグレージュ塗っております。すごいベースカラーが終わりましたね。はい、早いです。で、そしたらですね、今回は押し花、この押し花じゃない、お花シリーズのホイールを前回とね、ちょっと違う、ちょっと秋っぽくさらにしていこうかなと思って、でも前回とね、同じケースです。前回はこっちのお花シリーズ1番
の方を使ったんですけど、今日はお花シリーズ7番です。こちら7です。後で会社にも報告してインスタライブ使用詳細に出てもらいます。7番の方を使っていきます。で、7番の方がね、またお花なんだけどちょっと秋っぽくデザインがなってきます。で、ね、さっきちょっと今日使おうかなと思ったものもいくつか先にちょっと休憩時間の間に、あ、これは使わない、ちょっとね、いくつか切っておきました。ちょっとね、お花の柄とか色がお花シリーズ1よりちょっとね、秋らしさが出てきます。で、このホイールを切るときはもう普通にハサミでそのまま切れます。で、今回はね、ここの白いところもここですね、使っていて、もう普通にホイールごとこうやって柄を見ながら切っていきます。この辺使おうかなーって思うところを普通に切っていきます。で、あんまりこの裏面ベタ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 手で触ってしまうとホイールの付きが悪くなってしまう可能性があるので、あんまりベタベタ触りすぎないようにか、ちゃんと触る前にね、しっかりとエタノールとかで手指消毒した乾燥した手で触っていただくといいですね。乾燥っていうとちょっと言い方があれでなんですけど、あとね、オレンジのお花使いたいんだな。ここを切ろうかな。オレンジのお花と、はい、あ、ありがとうございます。ホイールいいですよね。ありがとうございます。なんと私、あさってぐらいに入っているサロンワークもこのホイールデザインやりたいですって言われたんで、ちょっとはい、ホイールいいですよね、サロンワークに。はい。ホイール万歳。ちょっと黄色もね、ワンポイントに入れておきましょう。こんな感じで、ちょっとね、この辺を使おうかな。なんかね、こういうね、例えば、もう今切っちゃったからちっちゃくなっちゃったんですけど、こういう大きい、この白いお花とかも、このね、切って中に入れていくと、いい感じ。こことかね、こことかに使っていくんですけど、切って入れていくとまた、いい感じに収まるので、大きいお花とかもね、ちょっと部分部分切って入れてくださいね。あ、ホイールセットはね、そう、セット2種類しかなくて、これお花、お花がね、ひらがなです。おもはもなもひらがなです。お花シリーズの方になっております。お花とフラワーシリーズですね。はい。で、これはお花シリーズの方の、7番を今日は使います。前回は1番使ってました。で、まず、ここの2本と、あと親指にホイールジェルを塗っていきたいと思います。ここは結構先端の方に塗ってますね。私ギリギリ本当にこのホイールって先端とかサイド出てくるとちょっと取れやすくなっちゃうので、このね、ギリギリ 0.5 ミリ、1ミリ以下 0.5 ミリ以上みたいなぐらいのちょっと幅を開けるようにして塗ってます。で、厚みがあるとホイールジェルちょっとシワ寄っちゃうので、厚み作らないように薄めに塗ってくださいね。ちょっとお花を貼る位置に一回、あ、親指と、ちょっと親指拭いていいですか。はい。親指と薬指、はい、私ミラーパウダー、あ、そうだ、使ってるんだ。ちょっと一回、まあ中指はホイール使っちゃおうか、つけちゃおう。で、ちょっと、すいません。親指と薬指は、マジックパウダー使っているので、ちょっとね、ここに、一回キャンジェル塗っていきます。ちょっと、すいません。ホイールジェル今落としました。で、中指だけホイール塗っちゃってるので、ちょっと、ホイール貼っちゃいましょう。はい、親指と薬指は一回、キャンジェルを塗って、硬化していきます。で、ここしっかり完全硬化をしていきます。あ、フラワーホイール欲しいですよね。ぜひ購入してください。このセットでもすごい安いんですよ。セットで、500円、600円ぐらいですよね。で、単品で買ってもらっても234円。急に詳しい。234円なので、ぜひ、こちら買ってください。限定。あ、検定の時見ました。この間の検定ですか。フェイスシールドしてる検定ですかね。あ、で、こちら親指と薬指はマジックパウダー使っていきます。ローズです。マジックパウダーのローズです。このアンニュイグレージュにこのね、マジックパウダーのローズめちゃめちゃ可愛いんですよ。あら、可愛い可
可愛いですよねこれ。私あの個人的にこのマジックパウダーシリーズ好きなんで。可愛い。可愛いですよね。すごい可愛いんですよ。このちょっと秋らしさが増すというか。可愛いですよね。はい。ちょっとはたきます。こんな感じです。可愛いですね。こんな光が。だってこんな感じになります。でちょっと中指だけ先にちょっとホイール貼っていいですかね、はい、ちょっと塗っちゃったんで、はい、ホイール貼りましょう、はい、これをまずこっちの端っこにいいですか貼って、はい、この辺かな、かわいいですね、この辺に、あこれかわいいですよね。しかもこのアンニュイカラーとちょっと色が似てて馴染む感じが、うん、このね目立ちすぎない感じが、うん、いいですね。さりげな。はい。で、マルチシリコンスティックで表面を押さえていきます。ちょっと剥がし、あ、フラワーホイル使ってます。ありがとうございます。すごいいいですよね。っていつも見ていただいて、しかもありがとうございます。嬉しいです。ピッと。で、反対側も貼っていきましょう。剥がしていきます。で、真ん中は真ん中でもう一回ホイール貼り付けるんですけれども、もうこの両サイドにホイール貼っているので貼り付かないです。なのでホイールジェルを塗っていきます。で、親指と、薬指にもまたホイールジェル塗っていきたいんですけれども、一回ちょっとキャンジェルでコーティングしちゃいますね。はい、初めまして。あ、初めまして、ありがとうございます。ちょっとね、今日パウダー用のキャンが甘いのでちょっと液体を置いて筆で塗っていきます。私のライトホイールジェルはヌルヌルになりがちなんですけど効果足りないんですか？中にお願いします。なんだろう、でもパーフェクトライト自体が多分そんなに古くないので、もしパーフェクトライト使っているなら効果時間が足りないとかだと思いますけど、他社メーカーさんとかになってくるとちょっとわかんないですね。あとは持ち運び用のレクシアとかも持ち運び用のちっちゃい塗ってるんですけど、持ち運び用だと光が弱いのでちょっと長め、1分とか2分とか、 LED だと30秒なんですけど長めに当ててもらった方がいいですね。転写ジェルじゃあんまり綺麗にならない。あ、転写ジェルだとここまでね綺麗にペタッとはつかないですね。はい、このやっぱねホイールジェルの方がこの平べったいデザインを綺麗につけるっていうのは、こちらホイールジェルが適しています。で、なんか転写ジェルはフレームとか作ってもらったりとか、その部分使いとか、あと、フレームとかね、ぷっくりした感じとかは、逆にこのホイールジェルでは作れないので、転写ジェルを使ってもらいたくて、このね、お花柄とかですね、柄をね、綺麗に貼るっていう作業は、こちらホイールジェルがおすすめでございます。来月あたりに中にお願いします。モミジホイルを使ってくださいますか？あ、モミジね、かわいい。モミジシリーズ入ってますよね。これですね、かわいい、ね、ちょうど紅葉の季節だから。あれ、紅葉ってもう終わった？いや、これからこれからですか？大丈夫ですか？はい、季節感ないくせに知ったかしちゃった、はい、きっとね、季節的にもいいですね、うん、なんかね、あんまりあれですよね、きっと今年ハロウィンとかもね、渋谷区も集まるなって出してますしね、ハロウィンがきっといつもより盛り上がらない気がするので、ぜひいいですね、やりましょう。お花シリーズ、お花シリーズとフットの角質と、はい、あ、フォーミングジェルだ、うん、よし3つ、はい、決まった。来月の代が徐々に決まってきた、うん。マジックパウダーをミラーパウダーと間違えて買ってしまったけど、うん、これから使ってみます。お願いします。あ、マジックパウダーぜひ、可愛いですよ。はい、マジックパウダー可愛いです。私すごいお客さんとか、あとマジックパウダー本当に裏の使い方として、なんか例えばお客様がマットなカラーとかで、このカラーでパールカラー欲しいんだよねとか、変更パール作りたいんだよねみたいな時に、
あのジェルと、あのこれ本当に別にメーカーの使い方じゃないです、本当に個人的なサロンワークの使い方なんですけれども、ジェルに混ぜてパレットの上とかでね混ぜてもらうと、あのすごいいい感じのパールカラーが作れますので、マジックパウダーはね、このオーロラ系どの色も可愛いし、上からこすってもらうのも可愛いんですけど、本当に混ぜてもらっても可愛いので、結構ね万能なカラーですよ。ホイルジェル注文しました。お、ぜひホイルジェルすごい便利なので本当におすすめです。やべ、今朝北海道の、はい、なんて読むの、大雪山で初冠雪を観測しました。お、すごい、やっぱ寒いんですね。なんか今年は寒いんでしょうか、冬は。確かに寒そう、ね、急に寒くなりましたよね。あ、そうですね、全面張りするときはホイルジェルがおすすめでございます。あ、購入は、ですね、購入はですね、あの、プリモールか、ジョイアートか、キャンディーポケットっていう通販サイトがあるので、後で私いつもインスタライブ終わった後にあの、ストーリーで、あの、リンク貼って流すので、まあ、ネイリストの方の場合は、プリモールか、キャンディーポケットで購入ができて、セルフさんとか一般、セルフさんも買えるのかな？で、一般の方の場合は、ですね、そのジョイアートというサイトで買えるので、後でリンクをねストーリーに流しておきますね。あれ、ここの真ん中って私さっき塗りましたっけよね、と思いますやばい、話してるうちにすっかり忘れてしまった。塗った気がする、塗った気がしますよね、ここ、はい、塗ったよね、多分マジックパウダーの時のキャンデルと一緒に塗ってた気がします。ですよね、はい、あ、でもくっつくか、多分合ってると思う。大変大変、記憶力が低下していく戦い、そうですね、うん、あ、優しい、答えてくれてる、プリモールかジョイアートで、そう、優しい、さすが、いつも優しいわ。あ、いえいえ、あとでね、ジョイアートもねリンク流しておきますね。で、ここもさらに先端ホイルジェル塗っていきます。ホイルジェルはね、でも本当にあれですよね、誰でもね綺麗に本当に、あと、はい、私はシリコンスティックもかな、中にお願いします。あ、シリコンスティックね、でも本当にいいですよね。そう、あのこの間前回のインスタライブでもなんか意外と良かった商品っていうカテゴリーに入ってなんか、え、シリコンスティックなんてわざわざ出すのみたいな、いるそんなのって思ったものの、使ってみたら、え、めっちゃ使いやすっていう商品って、意外と良かったシリーズの商品、こちらシリコンスティックです。なんかチップ作る時だと、うん、あれなんですけど、あ、そうですね、手にやるときはめっちゃいいですよね、すごい。10月中旬の気温なので、あ、北海道、北海道もやっぱ今年寒いの早いのか、半袖から七分袖。え、でも私今日トレーナー着てます私も長袖今日トレーナーですやっぱそうですよね、みんな急に寒くなって、はい、急ですよね、うん。シリコンスティックはどのように保管してますか？あ、シリコンスティック、なんかね、最初の頃結構ベタベタ毛ついたりとかしたんですけど、やっぱある程度私、本当に性格が雑なので、あの、多分、ちゃんと毎回しまえよっていう感じだとは、本当は思うんですけど、このまま、素のまま、最初はしまってたんです。最初の頃は。しまってたんですけど、まあ結構最近ホイールアートをよくやるので、しょっちゅう使うので、なんか出すのもペタペタくっついちゃって出しづらいから、もうそのままペン立てに今このまま刺してるんですよ。で、そしたらなんか静電気が気づいたらなくなっていて。え、そうなんですか？はい。もうなんか何もつかないでしょ。やっぱ甘やかしちゃいけないんですよ、なんでも。袋に入れてると静電気起きちゃう。そう、袋に入れているとシリコンスティックが甘やかされちゃって、なるほど。甘えてくるんです、多分。なるほど。はい。なのでこれ意外と今そのまま入れて、最初はちょっとついちゃって何回か拭いたりしてましたけど、つかなくなります。へ、なんでしょうね、なんですかね、はい、可愛い子には食べさせる感じ。そうです、ちょっとあの肌と一緒ですよ、甘やかしすぎるといけないってい う、ね、はい。ちょっと親指はもうちょいちょっとホイール重ねていきます。もう一回中にお願いします。あら、寒い。あー、札幌こんにちはすごい、15度、15度は寒いですね。ちょっともう記憶がない、はい、
去年の。はい。東京何度だ。でも22とか、はい、そんぐらい。あ、獅子は我が子を崖から突き落とす。あ、うちのウサギ落とせない。あ、でもシリコンスティッカー落としてもらっていいです。全然いいです。あの、意外とつかなくなる。本当につかない。これだって今そのままペンだってか私出してましたもんね。うん、はい。はい。つかなくなるんですよ。なんかつかなくなるんですよ。はい。なのでぜひ、そう、甘やかさないの大事ですよ。これ、サンプルだと2個あとつけたんですけど、レマさんの爪、あと1個かな。ちっちゃくて。大丈夫。でも1個の方がバランスいいよね。そう。1個にしときましょう。はい。あ、全然ですよ。わかんないことは、あの、聞いて、はい。いただけ、私たちもコメント拾えるときは全然答えますし、あの、さっきみたいに優しい方が答えてくれることもあるので、全然聞いてくださいね。いや、聞かないでね。うん、知ったふりしてるより、全然ね、聞いていただいた方が、ありがたいですよね、こちらも。私みたいになっちゃう。あと、いや、何ですか。あと、何がほら、わからないとか、がわかるから、こちらも。それがね、いいですよね。こんな感じで。ちょっとお花を重ねていきました。ちょっとね、写真だと、写真じゃないや、サンプルだと、これも入れたんですけど、ちょっと上松さんの爪の長さ的に、ちょっとこれは省いちゃったんで、ちょっと春っぽいかな、色がなってきましたね。こんな感じで、一回ね、ホイール貼るところまで行きました。で、そしたら、今日はせっかくなんで、ちゃんと持ってきました。アートクリアジェル。ミラーパウダーや、ホイールの密着性をアップするベティジェルから出ている、はい、クリアジェルでございます。なんかね、あのミラーパウダー、私は使ってないんですよ。ちなみにこの自分の爪。使ってなくて、上に一回キャンジェル塗って、はい、そのままスカルプ&トップでコーティングして、もう一回キャンジェルで終わるっていう。私はね、ちょっと硬さを出すと全く取れないので、アートクリアジェル自分の爪には使っていないんですけど、やっぱ先端からどうしても剥がれやすい方とか、ミラーパウダーの上がなくなっちゃう人とかは、こちらアートクリアジェルを使ってもらうのがおすすめになっております。そう、密着性がアップします。で、ちょっとね、一回ホイールコーティングしていきましょう。で、こちら一回中に入れてライトで硬化していきます。あ、そう、ホイールジェルとはこちらですね。もう一回ご説明しましょう。ザ・ホイールジェルというベティジェルから発売しているホイールジェルが、今みたいにね、ホイールをピタッと綺麗に密着してくれるので、ぜひこちらお使いくださいませ。あ、ピンセットもプリです。そうなんですよ。こちら、ちょっと名前がわかんないんですけど、あ、でもこれも私、みんなが使ってるんですよ、プリの人。みんな使ってて、ちょっと形ダサって思ってて、最初。なんか使ってなかったんです最初で、たまみさんとかも使っててでも使ったら使いやすいですよって言われて、使ったら使いやすかったです。これもすごい使いやすい。なんかね、ちょっとギザギザしてるんで、大きいパーツとかもね、取りやすいですよ。なるほど。あ、ホイールの貼り方が潔い。これ潔いと悪いあるんですか。潔い、ありがとうございます。嬉しい、潔いって、やった、嬉しいです。そしたらですね、次、ここ中指と薬指にこちらですね、箔が入っています。で、こちらもプリの先月出たね、プリクシーの商品になるんですけれども、こちら使います。これね、ケースで見ると大きい箔が入ってて、どうやって使うのかなっていう感じだと思います。で、未硬化ジェルの上にそのままペタッと入ってしまうと、大きく貼りたい時とかは、あの、切ってもらって未硬化ジェルの上にペタって貼ってもらうと、そのまま綺麗にペタってくっつくんですけれども、今みたいな箔っぽく散らしたい場合は、まず一度トップジェルを表面に塗っていきます。まず一度トップジェル表面に塗っていきます。ちょっと他の爪もついでに塗っといていいですか。はい、ちょっと他の爪もトップジェルまとめて一緒に、せっかくなんで。あ、これグロッシートップ今日使ってます。塗っちゃいましょう。あ、スカルプの方がいいですか、上松さん。どっちでも、どっちでも大丈夫、 OK です。ちょっと一回せっかくなのでトップ全部塗っちゃいます。あ、ちょっと根元に溜まっている。多分ここからホイールジェル塗ったから、ここがへこみができているので埋めちゃいましょう。埋めましょう。はい。で、そしたらですね、この箔、普通に、どこでもいいです。端っこの方ピンセットでちぎってください。こんな感じです。で、ちぎって、この表面にピッて置いてって、ピッ。で、ピッと置いて、で、一部またピッと取っ
で置いていきます。で置いていったやつをこのままピンセット使ってウッドスティックとかでもいいです。ちょっとチッ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 と砕いていくと綺麗に砕けます。これクリアジェル塗る前に置いちゃうともうねペターってくっついちゃって動かなくなります。大きいままになっちゃうので、ちっちゃく砕きたいときは必ず一回クリア塗ってから、トップじゃなくてミキシングクリアとかでもいいですけどね、用途によっては。はい、で塗っていきます。塗っていきますよね、置いていきますね。こんな感じで、こんな感じでいいかな、この辺にもつけとこうか。こんな感じで一回硬化をしていきましょう。でこんな感じでね、箔が今みたいにちぎってから、クリアジェルを塗ってちぎってから上に置いて、ちょっとシュッ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 ってやるとクラッシュしていきます。でどんどんね、もう終わりがちゃんとね見えてきますね今日は。あとは薬指はコーティングで、ここマットしましょうか、はい、親指人差し指小指のマットいきましょう。そしたら、はい、そしたらフロスティングマットが私は好きなのでフロスティングマットを使っていきます。でなんかね、未硬化ない方が、ちょっとキャンジェル乗っていいですか、はい、なんかね未硬化ない方がマットが綺麗な気がしてて、いつも心持ちね、はい、塗った方が絶対いいですっていうほどじゃないんですけど、なんかね未硬化があんまりない方がマットが綺麗に出るなっていう個人的な感想ですね、あくまでも本当に目の錯覚レベルの。 なので一回キャンを塗ってちょっと硬化していきましょう。でキャンも完全硬化しちゃうと未硬化なくなっちゃうので、仮硬化よりはちょっと長めぐらい、20秒ぐらいで出してもらっていいですか、はい、中に入れます。そうです、ホイールジェルは、お花のホイールを貼るときに今回は使っていますよ。よし、であと使っていくのここですね、あとで。今日はね、あとこちらテラコッタとスパイダージェルと、あとはミラーパウダーのシルクですね。シルクはこっちの手も使っています。お、ありがとうございます。そしたらこのフロスティングマットを小指人差し指親指と、そっか、薬指も終了だからキャン塗って、中指もキャッツアイやり、あ、キャッツアイじゃない、スパイダーやりたいのでキャン塗ろうかな、はい、今親指人差し指小指はフロスティングマットを塗って、中指とちょっと薬指にはキャンジェル塗っていきます。先生、プリジェルのマットコートは使ってないですか？マットコート塗るときおすすめの筆が知りたいです。あ、マットコート塗るときは、普通に OB5 とか OB5 か FB5 かな、普通の平筆がマットコートは塗るのおすすめです。で私はいつもフロスティングマットの方がよく使うんですけれども、中にお願いします、はい、プリのマットコートの方がちょっとね粘度が高いので、なんかマット柄を描きたい時とか、なんか柄でツヤの上に部分だけマットの柄描きたい時とかはプリの方が描きやすいです。なるほど、はい、でベティはサラッとしてるのと、最近私がベティジェルを多用してるっていうのと、やっぱこのボトルタイプなのが専用のね筆を用意しなくて済むのがとっても楽なので、フロスティングマットをねよく使っております。ありがとうございます。でそしたらですね、今度あとやっていくのはこのスパイダー、これね実はスパイダーなんです。前もねこういうシュッっていうので使っていったんですけど、今日はニュアンスっぽくスパイダー入れていきましょう。とあとね、ここのデコボコのところは前回とかはスカルプ&トップでこういう感じですね、スルッと作ったんですけど、今日はねガサガサしてます。これはこちら、今日はテラコッタ使っていきましょう。でテラコッタの色はまあ何色でもいいんですけれども、今回ちょっとこのねベースがグレーとかベージュ寄りだったので、テラコッタもグレーにしました。ホワイトだとちょっとミラー一番ね、例えばこういうなんかキワキワのところとかでちょっとテラコッタが見えてるところとかができちゃった時に、ホワイトだと結構気になるかなと思ったので、グレーを
選びました、テラコッタで。筆は10番です。この間ね、あの別の普通に知り合いに聞かれたんですけど、なんか私がよくこのテラコッタ使って刺繍柄とかをよく作るんですけれども、なんかね刺繍柄をやってみようと思ったけど、テラコッタが思ったより重くて動かせなかったって言われたんですよ、うん、で私使ってて全くテラコッタ普通に重くなくて、今ぐらいサラサラって動くんですよ、動くので、なんでだろうねって話してた結果、なんかね筆が細くて短かったんですよ、うん、なのでやっぱりプリの筆も10と100っていうのがあって、私どっちもよく使うんですけれども、100番の方だと結構ね細いので腰がないです、あんまり。でも5番とかだと逆にちょっと太いんですよ、うん、線を引くには、うん、なので10がちょうどいいです。で長いロングライナーより短い方が引きやすいです、はい、なのでこのね普通にライナー筆の10番、RB の10番ですね、がすごい使いやすいです。なんかねこれもともと私何も考えずにこれ使ってたんで、あれなんか触っちゃった、うん、私が触った、そうなんか使ってたので、あんまりね重いって思ったことなかったんで、最初はええっていう話になって、はい、なんですけどこれ10番使ってもらうと難なく動かせます。はい、あちょっと関係ない質問で申し訳ないです。はい、プリムドールミューズのシャンパンシリーズはプリムドールのシュガーシリーズの類似カラーですか？あ、そうですそうです、類似なので、もしあれですね EX シリーズからミューズシリーズに買い替えたいなっていう時に移動ができるようになっているシリーズの色が他にもあるんですよ、何個かあるので、シュガーシリーズとシャンパンシリーズはこうなんだろう、ブランドを買い替える時にそのまま移行できる色となっております。究極に細い線でアートするときはどのブラシ使いますか？あ、100番です、この RB の100番使います。これのね、もう一個細いやつがあるんですけど、で、私基本長いのあんま使わなくて、100番もね、同じ、この短さなんですけれども、100番の方の筆を使っています。と、あと親指いきましょう。テラコッタだけ塗った部分をオフって、カラー削ってオフすれば大丈夫ですか？あ、はい、テラコッタの部分だけ？テラコッタだけ塗った部分のオフってカラー削ってオフすれば大丈夫です。あ、でもいつも通り、はい、オフしてもらって大丈夫ですよ。そう、初テラコッタ。そう、テラコッタね、刺繍ネイルとかでよく使うけど、うん、やっぱこのアンティークっぽさがまた可愛いかなと思い、うん、今日はテラコッタにしてみました。あとテラコッタもビジュージェルとかと一緒で動かないです、はい、一回塗ったら動かないので、そう流れたりとかしていかないので全然焦らず使ってください、はい、先生カタログにこの移行カラーだよって記載してくれたら嬉しいです。そこね、わかるちょっとそれ伝えときます、わかる。でテラコッタこういうね先端に塗った時とかちょっとデコボコしているので、軽くね固める前に指でさっさっと、アレルギー、ジェルアレルギーある方は、キャップとかしたりとか、なんか違うもので、ペーパーとか手に持って押した方がいいんですけど、ちょっとね、多少、これは大丈夫かな。もしちょっと先端出てたら、ピッピッと軽く押してあげてください。なるほど。はい。こんな感じで、じゃあちょっと一回、ライトに入れて、お願いいたします。硬化していきます。で、テラコッタを30秒です。30秒。はい、LED ランプで、30秒、硬化をしていきます。はい。で、そしたらこちら。これでね、私もシルクを使っています。こちらですね。なんかね、ケースで見るとちょっと茶が濃く見えるんですけれども、こちらを普通のいつも通りのメイクチップ使っていきましょう。はい。お出しくださいませ。で、30秒硬化していったら、ペッペッペッと。私ね、よくね、あんまりこの全面に塗るときとかだったらこっちからベッと取るんですけど、こういう部分、使いな時はこの蓋についてる部分から使っていくんですけど、ここのね上にそのままミラーパウダーを直接でストップ塗っちゃうと結局丸くなっちゃうので、はい、このね上にそのままミラーパウダーをこすっていくととっても可愛いんです。
こんな感じです。すごい。あ、こんにちは、お久しぶりです。わかる、あの前にトリシアに、あの生徒さんじゃないんですけど外部で来てくださっててありがとうございます。お久しぶりです。私も大好きです。お父さん元気ですか。どうしよう、これで違う人だったらどうしよう。多分ね合ってます、大丈夫です。お父さん元気ですか。お父さん一緒に来てくれたんですよ、初めての授業の時。はい、娘のあの東京の方じゃなくて、はい、わざわざお父さん一緒に来てくれて、はい、お元気かしら、お父様も。でこんな感じで塗っていくと普通にね、あでこれなんかね、プリジェルのライトだと普通に固めてもらって大丈夫なんですけど、多分ワット数とか多少関係するのか、うん、なんかねちょっとつきづらいメーカーさんとかありました、うん、実際にちょっと他でやってみて、うん、はい、けどねプリのレクシアパーフェクトで使ってもらえれば綺麗につきます。このテラコッタの上にミラピッピッピッと、テラコッタの上のなしです、はい、ん、なしです、はい、ノーワイプなしです。そうなんですよ、こんなね綺麗につくんですよ、はい、しっかりとね30秒効果ですね、30秒効果してもらってこんな感じです。かわいいですね、すごい。そうなんですよ。であとはこれいきましょう、はい、スパイダーいきましょう。で今日はねスパイダーをいつもシュッ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 って使い方をしてるんですけど、今日はちょっとニュアンスっぽくランダムにちょっといこうと思います。あねえ、そうして、あーよかったです。ねえ素敵ですよね。そうお父さんも娘の東京にネイルスクール来て一緒に来てくれるんですよ、一緒に授業受けてくれたんですよ、一緒にネイル作ってくれたんですよ。すごくないですか、お父さんいい人ですよね。そうだからすごいいい親子関係だなと思ったんですよ、私その時に。はい、あ、ミル、あ、ミラーを薄くつけたい時はこの、このこれ取る粉をすごい少なくしてください。もう一回ペッペッとかはたいたりとかしてもらった方がいいですか、ちょっと長めに硬化すると月がちょっと悪くなるので、それを応用して薄めにつけてください。で今日はちょっとねニュアンスっぽくつけていこうと思います。なのでいつもはピー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 って動かしていくんですけれども、今日はちょっとニュアンスっぽくいきたいのでシュシュシュッと細い線がね簡単に描けちゃいますね、スパイダーは。おしゃれ、いいですね。これ岸さんのね、はい、スパイダーニュアンス、はい、ここちょっと欲しいかな。うん、かわいい、こんな感じです。中にお願いいたします。このねちょっとあのまっすぐシュッシュシュッっていうより、このね今日はもわっとしたスパイダーをいってみました。便利ですね、便利、はい、便利ですね。よし、したらあとは、中指は、ノンワイプトップを塗っていって、はい、他のミラーのとこは一回ミラーの上普通のグロッシー塗ってから最後またミラーの上にノンワイプトップ塗っていきたいと思います。あ、メッセージとかぶって指が見えにくい、すいません、ありがとうございます、言っていただいて。じゃあこの辺でねいきましょう。スパイダーがちょっと手前でしたね、すいませんでした。でちょっとねこのミラーの上はしっかりとグロッシー塗っていきましょう。でこのテラコッタがデコデコしていて、でもねこうやって上にトップ塗ってもらっても別につるんとはしないです、あの柄が、あの なんていうんですか、このデコボコ感はきちんと見えてくれます、ね、えお父さんも素敵ですよね。めっちゃうちのお父さん絶対ついてこないですよ。ね、いいですよね、家族愛を感じました私、はい、あ、かわいい、よかった。そうこれねかわいいですよね、このニュアンス感。しかもねこのラインをライナーとかあのハイリッチとかで描こうと思ったら結構時間かかっちゃうじゃないですか、うん、このスパイダーファファファってやるとすごいですね。なんかあの知り合いのネイリストさん、ネイリストの人が、あの普通の本当10年以上付き合いのある知り合いのネイリストの方が、はい、スパイダージェル買ったよっていう話をしてくれて、あ買ったんですか、ありがとうございますみたいな、あの本当スクール時代
からの先輩なんですよ。同期よりちょっと先輩って感じで向こうが。で、ありがとうございますみたいな話をしていた時に、いやなんかみんな今ニュアンスアートやる人を、あんな細いライン何本も書いて、サロンワーク中にすごいなってずっと思ってたんだよねって言われました。ですよねみたいな。一本一本書いたらですよねみたいな。いや、書いてないですよ、一本一本なんてっていう。スパイアでシャシャシャですよっていう話になって。すごいねっていう。マジかっこいいです、はい、よかったですってなって中にお願いします。18歳で中山先生のおかげでトリシアさんに出会えてスクール入り岐阜から通い一級取りますごい。ありがとうございます。ネイルしてる、よかったです。すごい、しかもご両親の仲いい、今もよかったです。家族が仲良くて安心しちゃう。よかった。ぜひまたなんか東京来るよ。今ね、でも東京来れないですもんね、なかなかね。ぜひまたね、機会あれば絶対会いたい。あね、お父さん絶滅危惧種。本当ですよ。本当ですよ。だって、うちのお父さんとか、はい、最悪とか言ったらちょっと親に失礼ですけど、なんかコロナになってからみんなマスク生活してるじゃないですか。はいはいはい、なんかマスク一応持ち歩いてはいるんですよ。はい、お店とか入って、早くマスクしないよって言うとちゃんとマスクするんですけど、なんか一人で散歩とか行くときマスクしてないらしくて、でも一人で散歩行くし、喋んない、そう喋んないし、本当に散歩して帰ってくるだけなんで歩いて、大丈夫って言われて、まあ飲食店行くわけでもないし、確かに大丈夫っちゃ大丈夫ですけど、ちょっと心配じゃないですかこっちとしては、ね、はい、大丈夫って言ってました。もうと思って、強い、年なくせにと思って。はい、ちょっと死んじゃったらさすがにちょっと困るんで、いや困る、はい、普通に悲しい、ちょっとね、レイヤーニッパーの収納はどうされてますか、はい、ペン立てなどにまとめて入れてますか。あ、私ペン立て派です。あのペンケースじゃないです、私ペン立て派で、あの急にまた100均とかになっちゃうんですけど大丈夫ですかね、これ大丈夫ですか。あとちょっと中指もちょっと一回トップ塗っていいですか。あの本当に普通に今日持ってるあのペンケース、これいつも私ペンケースごとしかも移動してるんですよ、あの、はい、入れ替えてなくて、はい、あのあやばい筆入れとかに、はい、入れ替えてなくて、ちょっと待って中指硬化したら熱い、このまま硬化したら、あ、はい、大変、耐えます、いや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 取ります一回中にお願いします。もう本当に私普通にあれですね、こんな感じでペン立てに入れたままあの移動しております。これあの100均で買えるので100円で購入できます。ぜひ、 ありがとうございます。なんかお返事していただいている、はい、ありがとうございます。ホイルジェルの手順を教えてくれる、ありがとうございます。優しい、もう4年くらいですか、中山先生の優しい、いい人、大好きです。本当にお父さんにもよろしくお伝えください。今日嬉しい、よかったです。こんな感じでちょっとネイルが完成しましたね。すごい、デザイン決めてきたらちゃんと終わった時間内にちょっとね。で、私いつもノーマイプトップ最後塗るんですけれども、いつもこの指周り拭く意味合いも含めて必ずこちら、まあ、エタノールだったりネイルプレップだったりね、どっちでもいいんですけどね、このしっかり指周り拭いてます。一回しっかり拭いてもらって、ちょっとねジェルがついてるかもしれないのでね、拭いてもらって、で今日テラコッタを先端に使っているので、もう一回ちょっとここチェックしましょう、はい、もう一回チェックして、ちょっと気になるなーっていうところがあったら、引っかかるとテラコッタの結構ゴツゴツってストッキングとかだと切れちゃうので、うん、ちょっとねファイルで軽く、なるほど、うん、力込めちゃうとでも削れちゃうので、ファイルを軽く沿わせる程度にちょっと当ててもらって、ガサガサ感取っておいてください。あ、100均ね。100均みんな大好きですよね。なんか100均にペットテント、ダイソーなんですけど、それも。なんかペットテントっていうのが300円で売ってて、500円かな。なんか結構、私、ペットアカウントの方で、なんかウサギ飼ってる人がみんな、なんか、ダイソーかセリアって言ってたかな、うん、なんか500円か300円ぐらいのペットサイズのテントがあるんですよ。しかもウサギぐらいにちょうどいい、すごい、それ私の行くダイソーなかなかなくて、人気商品、
なんかこの間テントなんかペットテントありますかって聞いて、はい、あなんかよく売り切れちゃうんですけどちょうど入荷してって言われてこちらですって言われたら人用の1000円のテントがあったんですよ。すごいと思いました。すごい。でも1000円で人用のテントも買えます。あれなのかな、はい、もしコロナで隔離みたいになった時にそれパッてやる。そうですね、買っとけばよかったんですかね、うん、はい。半分ミラーのデザインは、あ、私普通にセロハンテープ貼ってます。セロハンテープペッて貼って貼ってないところにミラーこすってもらってっていう感じでやっております。最後オイル塗っていきます。これもねペンタイプの CC オイルでございます。これもねペンタイプなのでこのペン立てにそのまま刺せるのでこちらもすごい便利な商品になります。あ、全然です。こんな感じで仕上がりました。よかった、仕上がった。くるっとしましょうか、はい、こんな感じでちょっと前回と使ってるねものはこのスパイダーだったり白だったりホイールとかホイールジェルとかね、あとミラーパウダーもそうですね。前回と使ってるものちょっとかぶせつつのこのね、可愛くないですか、このキャッツアイにマットコート、すごい可愛いんですよ、このほのかな感じが。でスパイダーもねこのピッピッピッって感じじゃなくニュアンスっぽく今回は入れてみました。よかった。みんなが可愛いっていう、こっちが可愛いでしょって言って、可愛いって言わせる作戦です。はい、よかった。嬉しいです。ありがとうございます。嬉しい。こんな感じで完成しました。というわけで、後でまたね、使用詳細アップするので、ぜひ参考にしてください。あと、IGTV は、一回私自分の携帯に保存しちゃうので、明日の朝、午前中以内にはアップします。ので皆さんよろしくお願いします。明日には YouTube にもアップしますね。よかったです、嬉しい。あ、よかった、ホイールありました、買ってください。ぜひ、あ、ぜひぜひ、よかったです、すごく可愛いって。よかった、ありがとうございます。ちょっとね秋っぽくてね、このアンニュイカラーもね、ここ可愛いですね、うん、というわけで、あね、キャッツアイそうなんですよ、マットなんかね、この密かに光る感じ、奥行きある感じがとても可愛くなるので、あ、では、あ、ぜひこちらこそありがとうございました。じゃあまた後で、あ、明日にはアップするので、ぜひ見返してください。ありがとうございます。よかったです。こちらこそです。またねー。